時は別ベップは、大分県ベップ市の百貨店、時はを核とした、ベップ市最大の売り場面積を持つ複合商業、施設である。夢タウンベップ、ベップステーションセンターなどとともに、ベップ市中心部の商業格となる店舗の一つ。観光地に立地しているため、開店当初から大型の土産物売り場が設置されている。 大分県大分市に本社を置く千葉百貨店時和の支店である別府店と時和のグループ企業でスーパーマーケットをチェーン展開する時和インダストリーが運営する別府フードキッチンを各とする商業施設である1988年10月8日に開業した売り場面積は29,728平方メートルであり各店舗の 時はがそのうちの2万1100平方メートルを占める。別府市の中心市街地である別府駅前通り商店街と国道10号の交差点に立地しており、店舗前からは数多くの高速バスや路線バスも発着する交通の要衝となっている。専門店旨はかつては別府市による第3セクター企業別府商業観光開発公社が運営する。 ベップショッピングプラザコスモピア専門店街であったが、経営難により1998年に時はに買収された経緯がある。専門店街との一体化後も約3万平方メートルという都市規模からすると非常に広大な売り場面積であるため断続的に赤字体質であったが、2010年代に入ると改装によりテナント化が進んだ他催事の増加などによって黒字に転換。 2015年時点で2010年度から継続して黒字運営となっている。キャッチコピーは本店と同じくふるさとのデパート世界の商品。店花のひまわり、店歌、ひまわり論、イメージソング、風の呼び声も本店と共に使用されている。以下は2020年4月現在のフロアガイド。公式サイトフロアガイドも参照のこと。 普通車は1時間ごとに200円。20時 -900 は1時間ごとに100円。時は別府店の前身である別府ショッピングプラザコスモピアは時は別府店とコスモピア専門店街の2階区に分かれた商業ビルであった。第三セクターの財団法人別府商業観光開発公社の運営で国際観光都市。 ベップ商業界の不要に貢献できるなどとうた四十九億八百万円の公金が建設着工費用に継ぎ込まれた。しかし、コスモピア専門店街の幹部は、流通業界に精通しているものは少なく、その運営方針はずさんだった。その結果、売上は営業初年度である九百八十八年から年間目標額を下回っており、バブル経済の崩壊後は、 断続的に赤字体質が続くこととなったが、後者は赤字テナントの入れ替えなどの抜本的な対策を行わなかった。1996年頃には、この経営体質が末期を迎え、市長は1997年頃になると事実上の破綻宣言をしていた。そして1998年には、コスモピアの経営は完全に行き詰まり、買収先を探していた。 そこで、白羽の矢が立ったのが、隣接する時は、別府店を運営する時はであった。当時の時は2000年にオープンする郊外型大型、複合商業施設時ははさだ、タウンの建設に、資金のほとんどを当てており、この話は寝耳に水であった。結局、井上伸之別府市長の要請を受けた時はの、あがつま代表取締役相談役の決断により、 時はがコスモピアを44億円で買収するに至った。同年11月に旧コスモピア専門店街は時は別府店専門店街と解消し営業を行うことになった。また時はによるコスモピア買収後の1998年から校舎と時はは10年間にわたり、そこ地北隣の平面駐車場について対応する契約を締結していた。 年間の土地賃借料は7900万円とし、時和が10年間で支払う7億9000万円の賃借料は10年後の底地上と代金の一部に充当するという約束だった。しかし、その後の地価の下落により、時和への土地売却代金が時和が内払いした金額よりも低いことが判明し、市側の負担はさらに増えることとなった。結果として、 時キによるコスモピア買収は別府市の経営ミスの尻拭いを時キが肩代わりした格好となっている。ありがとうございます。